はい、どうも皆様こんばんは、ごきげんよう。マリオカートツアー続けてやっていきましょう。もうあとちょっとだからね。はい、いや、なんか横向きでやろうと思ったんだけど横向きにならなかった。なんかよくわかんないけど、でなんかそのここに出てるのはなんかその NPC らしいんですけど、 NPC でさっきの名前ってちょっといろいろまずいんじゃないかな。多分だから自分の名前もどこか誰かには出てるんですよね、おそらく。そうじゃなくてあんな名前、なんかそのプレイヤーの名前とかその、まあ、こうプレイデータを数値化したものはがこういう風に出てるんでしょうけど、じゃないとだってこういうことになって事故ったら合わなくなっちゃうもんね、動機が。いて、危ない危ない、よいしょ。すいません、ちょっとマイクのところを持ってしまいました。いてーいてー全然進んでないな。真っ暗で見えねえ。自分に当たってしまった。1位のやつ早っ。いて全然前に進んでいない。怖いからから時々ね、あの規制を上げたりします。2位まで行きましたよ。問題こっからなんだよな、全然見えねえからな。いやふう、よし。まあそうなんですよ、あのNPC じゃなきゃこんな綺麗なレースにならないはずなんですよ絶対どうも。どんなラインナップの内容が増えたでしょ、ポナといてみましょう。いっす、次行きます。おお、かろうじて星4つ。次、3DS で AJ ヒルズ X マルチでやってるとことかもね、お見せできたらいいんですけどね、マルチでやる人がいないんでね、寂しいですね。ふっ、直撃コースだったな。打ち当たる。あ、バウンドする。よし。すげえ。何かが起こった。
比較的いけますね。ねえ、クラマシなど。いて、なんか来た。こっち行ってみましょうか。ジャンプ。大したあれではないですね。ういほい。だから名前と多分プレイの数値的なのがこう今こう表示されててって感じですね。プレイ自体はオートですね、おそらく。オートというか NPC というか。これでも星3つか。多分だからもっといけるんだろうな。チョコレートですね。いきますね。あ、だからそのいいこのカードとかいい回答を使えばポイントがたくさんつくんだから、その、まあ、1位になることも当然必要にはなってくるんでしょうけど、そのポイントをいかにたくさん貯めるかっていうゲームなんでしょうね。ポイント制ゲーム。なんだこのコースは。スクショ取っちゃった。コインいらねえ。なんか来た後ろから。はい、ね。てかよくあの人あの名前通ったよな。ちょっと引きずりすぎですね。うんうんうん。壊せアイテムボックス。コンボ。何チャレンジクリア。何何何何。ファンタスティックを合計3回出す。そうなん。身につける。ではこれ次行きましょうかね。アイテムボックスを5個壊そう。キノコ出してアイテムボックスを追いつきましょう。アイテムボックスを追いかけましょう。アイテムボックスが逃げていくの。あ、そういうことね。あ、4つだった。次はキノコとかねえんだけど、あった。あらわ、よいしょよいしょよいしょ。あー、雑魚になっちゃう。15か。
22。はい、何カップなんでしょうか、ちょっと分かりませんが、いらないっす。ジュリウムカップ、リフト受け取り、じゃあのいちいち課金を進めてくるのもまあいいですけど、別に残すところあと3つですね。また4つか、またね、時間があるときやっていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。バイバイ。お相手はライデンでした。じゃあねー。